藤枝バイパスは、静岡県藤枝市から道県島田市までを結ぶ、国道1号の通称。2015年にバイパスから本線に昇格している。全線が自動車専用道路、静岡東西道路に指定されている。藤枝バイパス、静岡県藤枝市と木ヶ谷にて、都市計画上の道路名は1.41号、志田北幹線。全線自動車専用道路となっており125、 CC 以下の二輪車の通行は禁止となっている。かつては日本道路公団が管理する有料道路であったが2005年に無料開放され、現在は無料で通行できる。信号が全くないバイパスだが無料開放化により交通量が増加、中間の i c はいずれも朝夕以外の時間帯でも、 渋滞が起こりやすく、かつ事故が多い区間になっている。特に広畑 IC 付近については、静岡国道事務所は、その原因を潮トンネルまでが緩やかな上り坂になっていることからの自然渋滞と、インター合流部の速度低下であるとみて、注意看板を設置している。藤枝バイパスは2005年の無料化後交通量が増加の一途をたどり、透明が市街地、 岡部地区からかなり離れたところを通過すること、また新東名高速道路開通による沿線開発の影響もあって、朝夕の通勤ラッシュ時を中心に慢性的な渋滞が発生し、わずか約 12km 弱のバイパス区間で主要渋滞箇所が5箇所存在するというありさまであった。この結果、定時性が確保されず、非効率な物流を余儀なくされたほか、渋滞を迂回した車両が、 生活道路に流入し市民生活の安全を脅かすなどして地域における喫緊の課題となっていた。それにもかかわらず、静岡県中部地区の国道1号では、静岡方面の岡部バイパスが4車線共用済みで、生成バイパスが2018年度までの全線4車線化を見込み、一方浜松方面の島田金谷バイパスでも2012年度より4車線化着工しているのに対し、 同じ国道1号の藤枝バイパスだけが本格的な4車線化事業を先送りにされてきた。こうした状況の中、北村昌平藤枝市長を会長、市や市議会、市内沿線自治会を構成メンバーとする国道1号藤枝バイパス整備促進委員会が2015年6月3日に設立され、同月から翌年2月にかけて隣接する島田市と共に、 国交省や財務総統に対しの中井の陳情を行うなど状況改善に向けた4車線化整備を国に強く要望。これに対し国土交通省は2016年3月2日交通容量確保による企業活動の支援及び市民生活の安心安全の確保を目的としてバイパス全区間 11.6km の うち終点側1 0 7トルを2016年度に新規事業化する方針を固めた。これを受けて静岡県知事は内陸のフロンティアを開く取り組みに大きく寄与するものと期待と県として歓迎するコメントを表明した。同年3月8日に開催された社会資本整備審議会では旧国道1号を拡幅する案と藤枝バイパスを拡幅する案の2案を 比較検討し、藤枝バイパス拡幅案が優位であると結論付け、新年度事業化を妥当と判断しており、これによって4車線回向けて大きく動き出すこととなった。岡部バイパス、藤枝バイパス、島田金谷バイパス、広畑インターチェンジは、開通時は、塩インターチェンジという名称だったが、後年解消された。内国 IC、広畑 IC 間及び、矢蓋等 IC。 矢ぶ西 IC は、速道でつながっている。高草山から望む広畑 IC と新東名、高速道路藤枝岡部 IC へアクセスする、藤枝ロングランプ、中央奥に塩山、その南三福を貫通する塩トンネル、手前に旭日川の塩高架橋、広畑 IC から新東名高速道路藤枝岡部 IC へのアクセス道路として2012年4月14日より、供用されている。 ロングランプで国道1号に指定されている。終点付近で静岡県道209号静岡朝比奈藤江線と接続。藤枝岡部 IC 方面から広畑 IC の静岡方面への接続のみ、バイパス本線に直結している。ありがとうございます。